アトラスは土星の第十五衛星である。アトラスは、ボイジャー1号が撮影した写真の中から、リチャード・テリルによって1980年に発見され、S1980S28 というカリフ号が与えられた。その後1983年9月30日に、ギリシア神話に登場するアトラスにちなんで命名され、サターン XV という確定番号が与えられた。 アトラスは土星の艦の鋭間の明瞭な外円に非常に近い軌道を好転しており、長い間鋭間の羊海衛星としての役割を果たしていると考えられてきた。しかし現在では鋭間の外円がアトラスによってではなく遠方を好転しているがアトラスよりも重い衛星であるヤヌス及びエピメテウスとの7、6の軌道共鳴によって維持されていることが知られている。 2004年には土星探査機カッシーニの観測によってアトラスの軌道に沿った薄く細い管が発見されており管の仮符号として R2004S1 が与えられている2005年6月にカッシーニによって撮影された高分解能の画像によってアトラスの詳細な形状が明らかになったこれによるとアトラスの形状はほぼ球形の中心部の周りに 滑らかな赤道面のエッジを持つ構造をしている。この形状が形成された原因として最もらしい理由は、肝の物質がアトラスの表面に降り積もったというものであり、肝の分布が非常に薄いために、アトラスの赤道上に選択的に降り積もったために、円盤のような特殊な形状になったと考えられている。実際に、アトラスの立地構造の大きさはこの衛星の ロッシュローブの大きさと近い。アトラスはプロメテウスから大きな影響を受けており、またパンドラからも弱く影響を受けている。このため、およそ3年の周期で再三運動をするケプラー軌道から最大で6 0 0トルの軽度の偏差を起こす。プロメテウスとパンドラの軌道はカオス的であるため、アトラスの軌道も同様にカオス的だろうと考えられている。 2006年6月8日に撮影したカッシー2が撮影したアトラス。ありがとうございます。